三重の舗装道樹堤にです。今回の県道スタンプラリーは三重県道63号星川西別所線を走ってまいりました。この路線総延長 4.5km と三重の舗装道動画としては県道51号以来の短い路線紹介となります。当然動画の尺も短うございますので、鍋尾さんはおまけに骨董品級の橋を渡ってこられました。記録動画として収めてきたと申されておりました。橋のおまけ動画もご覧いただけたら幸いでございます。では国道421号上の星川交差点を左折して三重県道63号の旅スタートでございます。三岐鉄道北西線をまたぎます。軌道幅 762mm のナローゲージ鉄道でございます。この交差点で重複していました三重県道26号は右折してお別れでございます。東名阪自動車道をくぐります。名阪国道を挟んで西名阪自動車道とつながり名古屋と大阪を結びます。
この先国道258号の高架をくぐり、その交差点が県道63号の終点ですと申し上げたいのですが、別の資料では左折して国道258号と合流して進むとあります。どちらが正しいのかちょっと不安に感じます。ナベオさんはこの撮影の時、この交差点をまっすぐ進み撮影を終了されたそうです。でも違うかもしれないので、過去の動画2つを準備し、もう一つの資料にある終点まで走った動画に編集いたしました。申し訳ありません。あと少しお付き合いくださいませ。ここで国道258号と合流いたします。国道258号も動画がございますので、まだの方はご覧いただけたら嬉しいです。沿線観光地案内をしている動画となっています。国道421号は右斜めへ進みお別れでございます。国道421号の動画もございます。ご覧くださいませ。三重県道63号星川西別所線の終点です。どちらが正しい終点なのか、そして何を見たらそれがわかるのか、コメントいただけたら嬉しゅうございます。では引き続き骨董品級の橋ご覧くださいませ。ここは天下の国道1号線伊勢大橋でございます。天下の1号線ですが、本当に狭い橋でございます。ただ1号線で木曽川揖斐川を渡る橋はここだけでございます。違うところにバイパスの橋があるわけではなく、また周辺の道路で川をまたぐ橋はございません。そのためここに車が集中し、頻繁に渋滞が起きてしまいます。また橋の途中で県道との交差点があり、それが渋滞に拍車をかけております。そのような変わった構造の橋も誕生から90年を迎えております。そこで架け替え工事が進んでおります。すでに橋脚部分はできたとか、あとは橋桁をかけていくだけでございます。新橋が完成するとこの橋は取り壊しだとか。第二次世界大戦時の米軍機による機銃跡が残る歴史を語る橋ですが、その老朽化と洪水津波への対策として解体も仕方がないのかもしれません。そこで鍋尾さんは新橋完成後の比較動画とするため、以前の動画に加え今回さらに記録動画を撮影されたと伺いました。じっくりトラスト橋の美しさをご覧くださいませ。この先の交差点を左折すると三重県道、岐阜県道106号桑名海津線です。堤防を走るため信号がなく、岐阜方面への抜け道として多くの車が走っております。県道シリーズとは別に106号線の動画アップしております。まだの方はご覧くださいませ。
おまけ動画もこの先橋を渡り切ったところで終了でございます。新しい橋ができたら国道1号線全線走破の旅にもチャレンジしてみたいと鍋尾さんはおっしゃっておりました。またそれまでこのチャンネルが続いていられますよう皆様にご覧いただける動画作りに励んでまいりますともおっしゃっておりました。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければチャンネル登録、グッドボタン、そしてベルボタンもよろしくお願いいたします。ジュテイニの三重の舗装道でした。またお会いいたしましょう。